セントオールバンズはアメリカ合衆国ウェストバージニア州西部にあるカナー郡に位置する都市であるカナー川とコール川が合流する地点にある2010年国勢調査での人口は1万1044人だったアームストロングトンネル1900年頃建設運動を通すセントオールバンズは1816年に町が作られた当初は 初期開拓者であるフィリップ・トンプソンにちなんで、フィリッピと呼ばれていた。その後、この地域と川がサミュエル・コールによって発見されたので、コールズ・マウスに変更された。1868年、町はカナーシティという名称で法人化された。さらに1872年、チェサピークオハイオ鉄道の HC パーソンズによって、その生まれ故郷である。 バーモント州セントオールバンズの名前が取られた。そのバーモント州の町はもともとイングランドのハートフォードシャーにあるセントオールバンズから取られていた。その名のもとである聖アルバヌスはイギリスのキリスト教徒として初めて殉教したものと考えられている。セントオールバンズは北緯38度22分49秒、整形81度49分11秒、 北緯38.38028度整形 81.、81.81972度、38.38028マイナス81.81972に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は3.70平方マイルであり、このうち陸地3.62平方マイル、水域は0.08平方マイルで、水域率は2.19%である。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。全国的な旅客列車を運行するアムトラックが週3回近くのチャールストン駅に列車カーディナル号を停車させている。この駅はカナー川の南岸マッコークルアベニュー350にある。カナバレーにはカナバレー地域交通局が バス便を運行している。イエーガー空港がチャールストン都市圏の商業空港である。ありがとうございます。